久保さんいや確かにね、履歴書に金かかりますね。僕、履歴書コンビニで何回買ったか分かんないですね。1000円くらい使ったんじゃないですか。YouTube0 円ですね。<laughs> YouTube に1円も払ってないのに、いや、ほんと、Google さんありがとうって感じですね。今回、Google さんありがとう。Google、Google さんありがとうっていう動画にしときましょう。いや、ほんとね、履歴書の,あの購入代忘れてましたね。 いやあれね、落ちるたびにね,ね、あと、久保さん、あの、プロフィール写真、あれ高いでしょ ?600 円とかするわけじゃないですか、履歴書用の。いやあ、ね。落ちたら何も使えないみたいな。まあたまにその会社によっては履歴書返ってくるところもありますけどね。そう。いやーそう考えると、やっぱ、YouTube ってすごいっすね。本当に自宅にいながら、 1>, 1秒で、0.1秒で出社できるし、1円もかかんねえし、<laughs> ね。なんでね、だから、今日から出社できますよ、本当に。<laughs> 履歴書書く必要ない。うん。だから、その履歴書を書くんだったら、履歴書を、あの、に、例えばね、2位と履歴書を書いてみるっていう動画を撮ることですね。まあ、これ結構、まあ、ちょっと再生されそうですよね。2位と履歴書を書いてみたみたいな。 前ね、なんかね、どっかのおじさんだったかな、履歴書を公開しますみたいな動画が結構何十万回回ってたんですけど、そう、もう転職しまくってて、もう全然どこにも、なんか定職できない、なんか人で、もう履歴書の転職枠、すごいですよね。もうブワーみたいな <laughs>。逆に何も書いてないっていうのはもうあの職務経歴ゼロみたいなね <laughs>。それもまた面白いですよね、絵的に。 いいや書くことねねえななみたいな、ね、仕事したことありませんみたいな。職務、職務経験書に仕事はしたことありませんみたいなね。それは面白いですね。いってらっしゃい。